はい、どうも、武田ロックとうんちが大好きなスピリチュアルおじさんのライドと申します。ベストヒットライドでやらせてもらってます。よろしくお願いします。たまにはね、ジャニーズの恋愛話。なんかちょっと芸能界的にジャニーズって恋愛タブーっぽいじゃないですか。気になるのは人の常なので、やっぱり中で、その中でも噂になってるカップルだけをちょっと占ってみようかなって。かつてから、まずはかつてから恋人って噂されてる。いつ結婚するの？本当に付き合ってるの？みたいな感じで、謎な感じで言われてる、嵐の松潤と井上真央さんの相性とか、今後とかちょっと見ようかなと思います。松潤なんですけど、松本潤さんなんですけど、1983年の8月30日生まれと。で、1996年にジャニーズに入所。で、99年に嵐を結成して、11月3日に CD デビューしてるという。でも、まあ、嵐のことはもう、ね、あえて説明する必要もないほど、日本とか、まあ、アジアを代表するね、アイドルグループって言っても過言ではない。2005年にね、ドラマの、松潤主演のドラマの花より団子で、道明寺司役をして、ここで、同じく女性の主演の井上真央さんと共演したということなんですよね。ここで出会ってるんですよね。それで、松潤の持つ特性なんですけど、この人は独特の世界観があって、で、自分が思ってることは曲げないっていう頑固さを持ってる人ですね。あと、まあ、今年の運気はすごい良くて、人生がすごく思い通りになる年なんですよ。だから、まあね、皮肉にも今年嵐の解散の年であるんだけど、それによって実は松潤にはチャンスの年っていう感じになるっていう運気なんですよね。一方、井上真央さんなんですけど、1987年の1月9日生まれで、5歳から子役として活動してたらしいです。で、一時期、大学進学のために、芸能活動を休止したらしいんですよ。で、2005年にまた芸能界復帰。復帰したその年に花より団子の主演が決まったんですよね。で、そこから再スタートしたと。まあ、そのね、そこで松潤さんと出会ってるんですけど、で、2015年には、大河ドラマの花もゆでも主演してるという。なんかそういう華々しい、ね、女優として素晴らしい、活動歴のある方ですよね。で、その井上真央さんの持つ特性なんですけど、字が強くて負けず嫌いです。で、女優にはめちゃくちゃ向いてる性格、運気ですね。で、今年は仕事も良くてお金回りももうすぐ安定する年なんですよ。で、結婚するにはめちゃくちゃ最適な時期ですね。これでまあ、二人の相性なんですけど、相性は、まあ、可もなく不可もなくですね。なんていうんですかね、恋愛してるんでしょうけど、恋愛してても、こういう運気同士の人ってまったりしてなーなーにこう陥り出せというか、ね、なかなか付き合い長いので結婚に長引いて今まで引っ張ってきてるっていうのも、友達感覚になりやすいんですよね。だから友達感覚でなかなか一歩踏み出せないみたいな感じになってるんじゃないかなと思って。ただ、今年嵐も休止で、松潤さんもかなり自由な感じにはなってくると思うので、二人によって運気が良いのが今年から来年なんですよ。だから、もし結婚とかするんであれば、そこのタイミング、井上真央さんがドンピシャレなので、いいんじゃないかな、なんて思ったりしてるという話でした。で、ということで、禁断のジャニーズの二人を占ってみたんですけど、まあ、こういう人も占ってほしいとかあったら、ぜひぜひ、リクエストを待ってますので、よろしくお願いします。ということで、では、チャンネル登録よろしくお願いします。